関駅は、岐阜県関市にある長良川、鉄道越指南線の駅である。駅番号は7。1999年から2005年までは、名古屋鉄道美野町線も乗り入れていた。ここでは、同線の駅についても合わせて記述する。相対式ホーム2面2線を有する地上駅。下りホーム裏側に、車両留置用の線路が1線ある。終日有人駅であり。 自動券売機が設置されている。駅への出入りは、東側の駅舎からと、西側の旧美野朝鮮ホーム付近出入り口、寄付バスの赤シティターミナル側出入り口の合計3カ所である。駅の東側に駅舎と車庫の建物があり、車庫は、検査や夜間対白の場所として機能している。車庫の横には、長良川鉄道本社がある。二つのホームの間は、構内踏切で往来する。 トイレは東口駅前と関市ティターミナルに男女別推薦バリアフリー対応のトイレが設置されている。配線上車庫の出入りは1番線を経由する必要があり、2番線や側線にある車両を車庫へ出入りさせる場合は一旦美野市川の本線へ引き上げることになる。駅舎には N ゲージレイアウトが設置されている。これは名古屋市内の模型店から移設されたもので。 2019年4月より使用を開始している。長良川鉄道ホームの南側に一面一線の名鉄美の町線ホームがあった。これは段差なしで長良川鉄道一番ホームへ行き来できた。現在は当駅を含む美濃町線は全区間廃止されているが、名鉄としては1995年の瀬戸線、インバ駅以来4年不りの新駅設置となった。 近年の1日平均の乗車人員は以下の通り、席を名乗る駅ではあるものの席市街よりもやや北側に位置し、席中心部もより駅としては、刃物会館前駅と共にその役割を分担する。一方、席における唯一の鉄道、バスケツ接点を担う。駅から南側にある道路に面して西へ行ったところに、関坂江町郵便局がある。 西口の通りを南下したところに山崎ワイショップがある。当駅から三サンサンィマーゴまで無料のシャトレバスがある。三ノ関駅に関するカテゴリー。ありがとうございます。